はいどうも、コンドゥーパントマイミヨッシーです。マリオストーリーパート2やっていきたいと思います。前回はクッパに倒されて終わったって話で、でセーブしてこの行かれた宿屋に救われたっていう話ですね。ではなんか進んでいきたいと思います。ここかな、ここ行けばいいのかな。あー、これあれか、無限大なってやられて落っこちたところか。で、じゃあ開いてないところ、ここ行けるかな。鍵がかかってて開かない。飛び越えればいい、絶対できるのにな。何これ、おばあちゃん。もう私がマリオさんかいね。私はクリバーじゃよ。マーさんのクリボーじゃから、クリバーなんじゃよ。ハロダスとお会いなさったかね。かわいい孫たちじゃろ。特にクリコは私の若い頃そっくりじゃよ。こいつを喋るの遅いな。とりあえず、なんかあさろうか。なんもねえな。この扉かな？何やってんのこれ。ちょっと待って、卑猥なんすけど。やめてくんない？ちょっと健全だから、この動画は。おっと、驚きましてな。おや、あんたマリオさんじゃないかね。やっと目が覚めなすったんじゃな。よかったよかった。わしはクリジーじゃ。じいさんのクリボーじゃからクリジーなんじゃ。すまんが、詳しい話は、あと修理をしていて、手が離せませんのじゃ。ちょっとまたサブリミナル効果みたいになったし。オッケー。な、とりあえず、何もできないってわけか。積んだ？もしかして。あ、できた。あ、マリオ。パパが呼んでたよ。門が治ったんだって。これでキノコタウンや星の古丘へ行くことができるね。こんな声だったっけな。俺で覚えてねえよ。ここかな？鍵がかかってて開かない。あ、ここか。とりあえず喋ろう。クリコもお手伝いしたかったのに、危ないからダメだって言われたの。相変わらずのリズム口調。お待たせしました、マリオさん。角の修理が終わりましたよ。この道は絶対通る方がキノコ城のあるキノコなんです。星の降るがすると少し先ですよ。お会いしたと思ったらもうお別れだったね。残念です。またいつか訪ねてください。頑張ってね、マリオ。誰？カメックババアだ。何この残りがみたいなやつ。ひょ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 、もしやと思って来てみれば、クッパ様にあれば、コテンパにやられながら今はピンピンしてるとは、やはりマリオはやらんできないやつじゃん。見に来てよかったわい。なになになに、ねえねえねえ、あれなに、パパ変なのが浮いてるよー。変なのとは失礼な。わしにはカメクッパバーというすんばらしい名前があるのじゃ。こんな奴には関わっておる祝い。マリオ、ピーチ姫は助けに来ようったって、無駄じゃよ。今のクッパ様はこれまでとは一味違うぞ。昔のようにはいかないのじゃ。お前にはこれはプレゼントじゃ。おお、でっかい、木のブロックだ。ひゃ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 、マリオよ、お前はここでクッパ様の大活躍に指をくわえて見ているがよ。つまみろじゃ。ひゃひゃひゃ、どんな音？うぅ、せっかく修理したもんが。いや、そんなことよりも、先ほどのカメックババというやつ、何やらピーチ姫どうのって言ってまいりました。もしかしてピーチ姫に何かあったのですか？なんと、ピーチ姫がまだクッパにさらわれたらしい。ですと？なるほど、ピーチ姫を助けるには、不死の古川に行けなくてはならないですね。これはますます困りましたな。
パパ、なんとかしなくっちゃ。マリオがピーチ姫助けられなくなっちゃうの。むむむ、むむむ、むむむむむ。楽天カードマン！おー、そうだ。クリジーじゃ。クリジーが持っていったでかいハンマーなら、このブロックは壊せるかもしれないぞ。確か今、物干しの修理に使ってるはずです。我ながらグッドアイディアですな。こいつキャラがほんとブレブレだな。とりあえず、木の陣のところに行けばいいのか。ああ。むしむし。え？あれがない。にゃおあ、こんなペラペラで落ちるなら、だったらさ、どこでも落下してもよくない？ダメージないんなら大丈夫だと思う。この曲いいな。お、木の字。いや、誰かと思ったらマリオさんでしたが。何やらずしーんと音がしたと、ただ物干しがドドーンと崩れて落っこしてしまったんですね。マリオさん落っこちてきたんですが、マリオさんは楽なんだけど、びっくりしましたよ。家に帰ろうと思ったんじゃが、ほれ、そのブロックが帰り道を塞いでおりましたの。これこれ、このブロックが邪魔なんだしじゃ、まったく困りましたばい。お、何やってんの？ん？販売者と？どこに行ったのかの？物干しの修理に使っておったから、その辺に落ちてるはずじゃが、この辺には見当たりませんな。向こうの空き地にでも落っこしてしまったんじゃろう。マリオさん、探しに行きましょう。一人探しに行こう。あ、ついてくるんだ。このハテナは何？あ、ハンマーとか叩くのやつかな。おそらくハンマーはこの辺に落ちてると思いますじゃ。こんなやつじゃ。気になる草むらなどあれば近くに寄ってみるされ。マリオさんの頭の上にびっくりマークが出たら、A でその場所を調べることがありますじゃ。じゃあとりあえず草の上にやればいいのか。おったぞー。ハンマーを見つけたマリオはハンマー攻撃ができるようになった。サブリミナル効果が全然切れない。ハンマーで黄色ブロックを壊せるぞ。おお、それじゃそれじゃ。マリオさんならそのハンマーでさっきのあのブロックを壊すことができるじゃろうって。ハンマーは木などを叩いたりして揺らすこともできるのじゃ。ですじゃ、 B を押すとハンマーを使いますぞ。とりあえずセーブしよう。うん。あ、B でできるのね。レンダ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 、金金金金金。オッケー。木とか叩けんのかな。あ、できる。おお。お人形。ピーチ姫そっくりのなんか。おお、それはクリコがなくしたと言ってたお人形。それはクリコに返してる。きっと喜びますぞ。いやはや、いろいろなものが落ちてるものですな。あちこち探しながらなくなりますな。とりあえずいっぱい叩こう。さて、ハンマーも手に入れたことですし、そろそろ家に向かいますぞ。向かいましょうぞ。プレミア！すっげえ声出たぞ。何こいつ。なんだお前らは。ここは俺の遊び場だぞ。無断で入ってくるなんて許さないぜ。お前らみたいな奴らはこのコアッパ様が痛い目に合わせてやる。あ、いいな、この曲。マリオさん、こいつはコアッパと言って、この辺のガキ大将ですじゃ。なに、マリオさんには遊び姉妹ですじゃ。一発ガツンと気合い入れてやっつけてくだされ。わしも気合い入れて後ろから見守ってますからな。いや、気合い入れて見守ってるなら意味ないと思うんだ。それじゃあ、ハンマーをやってみよう。いや。おお、ナイスでした。その調子でガンガン行くとよろしいですと。おう。痛い。ジャンプ行こう。ジャンプでも1ダメージ。変わんねえな、ハンマーと変わんねえな。とりあえずジャンプで連打しとこう。まだまだこれ勝ったぜー。うえい。
これ長引きそうだな。マリオさん、このもう少しですよ。このまま55です。じゃあ、うわあ、こうなったら奥の手だぜ。パワー全開。痛いな、ちょっと。やばいやばいやばい。多分パワー全開って言ったのは防御力が、ね、高いんだろうね。ハンマーでやってよ。あ、倒せた。おお、なんか星が出た。マリオさん、お見事です。じゃあスターポイントゲットですぞ。スターポイントとは敵を倒すともらえるものじゃ。100ポイント貯めればレベルアップすることができるじゃん。頑張って試してくだされ。経験値みたいなやつか。チックショー、せっかくこれからだったのに覚えてるよ。とりあえず倒した。あ、本当に覚えてるよ。しつこいわ。はあ、とりあえず行こうか。ここ行けないよね。またサブに目立こうか。お、キノコ取れた。キノコゲット。アイテムを手に入れました。ちょっと待ってね。左を押すとマリオが持っているアイテムを見ることができます。あ、こういうことね。右スティックで、右スティックの左方向をやると見えると。何もできない。叩けない。叩いたらジジジーンみたいに なるよ。とりあえず叩こう。こいつは有料系とか。あ、有料じゃない。このブロックを叩くと HP が全回復します。いいな。ありがとう、ありがとう。とりあえずまあ、上行こう。お、なんかフラワーがある。ファイヤーフラワー。お、敵3体に、3攻撃。え、攻撃ダメージ3。良いですな、マリオさん。この先にはクッパの手下のクリボーたちがおりますじゃ。マリオさん見つけたら襲ってきますぞ。フィールドにできるジャンプやハンマーでうまく攻撃できれば、バトルに入った時先制攻撃ができますじゃ。マリオさんも敵を見つけたら一発ガツンと決めてやってください。いや、同じクリボーっていう種族に倒すってのはちょっと、いかがなものか。とりあえず、先制攻撃やから。あー、かわいそう。同じ種族なのに。オッケー。あー、ちょっと待って、こういうのトゲあるからハンマーだろうな。オッケー。こいつはトゲクリボーじゃ。頭にトゲをついておりますじゃ。うっかり踏んでしまうとダメージを受けてしまいます。そう？うん、よくわかったぜ。よし、倍速かな。あ、まだいる。こいつはハマ。よし、いけた。ナイス。いいですかの、マリオさん。こいつは飛んでおりますが、ハンマー攻撃に届きませんぞ。こういった空中の敵はジャンプでこういった空中の敵はジャンプで攻撃するのじゃ。ジャンプは後ろにいる敵を攻撃することもできますと、覚えておいてくだされ。とりあえず、パタクリボー倒して、痛い。どうせみんな戦闘シーンそんな面白くないでしょ。よし。おお、びっくりした。お前かよ、お前かよ、ジジイ、お前か。あー、先制攻撃じゃなかった。オッケー。この木も叩けば埃は出るでしょう。コイン取れた。ないこいつ。星のかけらをゲット。綺麗な星のかけらです。何に使うかお楽しみ。何に使うんだろうね。なんかやり込み要素的な何かかな。
帰った帰った帰った。そのおかげでなんとか家に帰れましたわい。オッケー。おーっと、鍵がかかってましたかの、すぐに開けますじゃん。あ、持ってたね、鍵。あ、じいちゃん、どこ行ってたんだよ。びっくりしたよ。じいちゃんが物干しごといなくなってんだもん。おじいちゃん、クリカとってもとっても心配しったの。おー、すまんすまん、心配かけたんじゃよ。無事に帰ってきたぞ。そうじゃ、マリオさんにいいものを差し上げます。ちょっとお待ちくだされ。早くしてくれ。あれ？マリオが持ってるのってクリコがなくした人形じゃん。クリコがずっと探してるんだよ。よかったらそれクリコに返してよ。どうしよっかな。でもなんかいいものが、いいものくれんならじゃああげるよ。クリコのお人形で帰ってきた。連れて帰ってくれてありがとう。よかった、お人形さんもいなくなっちゃった。ダメだよ。俺にこれあげる。キラキラ光っていて綺麗なの。おお、星のかけらもらった。やったぜ。あと、これも、お礼。いらんがな。いらねえわ。なんか、マリオとクリコの同人誌が発売されてもおかしくないと思うが。マリオって、いつも悪い奴らをやっつけているけど、やっぱり体を鍛えてたりするな。おいら、いっぱい本読んだり、じいちゃんやパパからいろんな話を聞いて勉強しているんだ。それに、マリオみたいになりたくて、毎日トレーニングしているんだ。すごく強くなったんだよ。お姉ちゃんの頭ってすごく硬いのよ。ごっつんってされたらお星様が見えるんだから。お姉ちゃんの強さの自慢なんかするなよな。へへ、照れるじゃん。お待たせしましたろ、マリオさん。あ、なんだよじいちゃん、今話を途中だのに。あ、めちゃめちゃ声変わるのがきつい。お、そいつは悪かったの。実はこいつをマリオさんに差し上げようと思ってろ。ガツンジャンプのバッジをもらった。大きな攻撃力で敵を踏みつける。いいな。これはバッジと呼ばれるものですよ。このガツンダメジャンプをつけると敵に大ダメージを与える技を使えるようになりますよ。ここで大事なことは、バッジをつけて初めて効果が発揮されるということですじゃ。まずはやってみるのが良いですからの、バッチの付け方と外し方を覚えましょうぞ。バッチの付け方と外し方の説明を聞きますかな。いいや、別にいいや、多分わかるわ。どうせメニューとかやるんでしょ。大事な説明ですじゃ。聞いた方が良いですよ。説明を聞きますかな。いえ。それなら良いですじゃ。ちなみにガツンジャンプの技を使うには FP が必要なんです。フラワーポイントか。帰ってくる途中、こんなブロックがあったのを覚えてますかな。実はこのブロックは HP だけではなく FP も全回復するのですじゃ。あ、いいじゃん。HP と FP がなくなった時はこのブロックを利用してくだされ。そうそう、マリオさん、バーサーから来ましたが、何でもクッパにさらわれたピッチも助けに行かれる。マリオならクッパなんて簡単にやっつけちゃうよね。先ほどのハンマーをマリオさんが持ってくだされ、わしもちょっと若かったらマリオさんの冒険を手伝いしたかったところなのが、この年になると腰が痛くてんだもん。お前腰あったんだ、すげえな。キノコ族ね、クリボー族ってあったの腰は。いいな、冒険か。おう、そうじゃ、まあ、クリオや。お前マリオさんについていってピーチ姫を助けるお手伝いをするでよかろうね。良い機会じゃ。お前もそろそろ一人前にならんといかんからの。いいのじいちゃん、本当にオイラ行ってもいいの。やだ、マリオ、オイラ頑張るからね。クリオが、クリオってなんだよ、キュリオみたいなやつだ。クリオが仲間になった。下を押すと今いる場所のことや近くにいる人や物のことをいろいろ教えてくれると。おお、いいな、この絵かわいい。気になるところではどんどん使ってみよう。
クリオはバトルでも役に立つぞ。敵を頭突きで攻撃するクリオ頭突きや、敵の特徴や HP などが分かる物知りという技を持っているぞ。いいな、お姉ちゃん、よかったね。マリオやクリオよろしく頼みますじゃ。さて、私はうちで一休みをさせてもらおうとしようかの。見送ると思わず泣きべそかいてしまいそうですかの。いや、喉が痛えよ。さあマリオ、レッツゴーだよ。って言いたいところだけど、マリオの HP が少し減ってるみたいだね。まずはキノピオハウスで HP を回復しようよ。やだよ、あいつ喋りたくねえよ。いや、ついてきて、かわいいな。やだよな、こいつ喋んなきゃいけねえんだよな。疲れるもん。心も体もクリフレッシュで、おなじみのキノピオハウスです。ぐっすり眠ればどんな疲れでも吹き飛ばしますよ。止まっていきますか、止まりたくないんだよな、こいつ。ごゆっくりどうぞ。ゆっくりできねえよ、こんなやつと隣にいたら。あ、そうやって寝るので、かわいい。やだよ。よく眠れましたか？それで元気でいってらっしゃい。うるせえ、こいつ。黙れよ。あれ、マリオさん元気いっぱいですよ。それでも止まってくるって、止まんねえよ、だから。またどうぞ。うるせえ、だから。とりあえず、セーブしようか。いや、叩いてセーブしよう。おう、何これ、クリクリマロンゲット。なんか嫌だな。栗村名物の栗の実 FP が3回復する。おう、結構いいじゃん。お父さん、どうした。パパ、え、パパ、マリオと一緒に頑張れよ。活躍を楽しみにしててね。しっかり頑張りなさい。お前は強い子だから、きっとマリオさんに役に立てるぞ。今マリオに体を鍛えた甲斐があったんじゃないか。パパはいつでもお前を応援してるぞ。こいつと喋ると毎回さ、あくびしたがるんだけど、こいつ壊してから、これで先に進めることができますな。この先は様々な困難が待ち受けてると思いますが、あんまり無理してないでダメですよ。いつまでリラックス気持ちで余裕持っていてくださいよ。おや、マリオさん、クリジンにもらったバッジをつけていませんな。ああ、ちげえわ、こいつじゃねえや。あ、お父さんの方か。バッジをつけておかないと、全く意味わかりません。つけておいた方がいいですよ。わかったよ。とりあえず、あ、違う、うわー、使っちゃった。え、できる？もう一回。うわー、間違えちゃったよ。とりあえずバチはつけたから、よし。あー、今回もこの辺にしとくか。疲れた。全然戦闘が始まったばっかりで全然できてないんだよな。次回はなんだっけ、クリオの物知りを使うパートかな、多分。では、この辺にしときまーす。バイデー。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価お願いします。では、バイデー。